ひろゆきさんがお亡くなりになった時にね、お葬式に行ったんです。そしたら津川雅彦さんがね、パッと言った。あれ、松村ちゃん、長門とは以前何かでお仕事したのって言われたから、ステーションというドラマでお仕事させていただきまして、そしてまた子供の頃から池中玄太80キロずっと見てたんですよ。池中玄太を、ああそう、竹中ビンタ、ああそう、竹中ビンタで、いや池中玄太なんですけど、竹中ビンタで、ああそう、よくいろんなの見てるからね、松村ちゃんはね、つってね、池中玄太ってこう漢字で書いたら、地中海玄太って、ああそうってなんかこう言ってそうな雰囲気なんですよね。